おはようございます。今日は朝、お散歩行った時にですね、 GoPro に SD カードが入ってなかったみたいなんです。今気がつきました。普通に喋って撮ったつもりになってました。いやいや、朝のお散歩映像なしでございます。朝ごはんからになります。トーストとシリアル、今日はバナナを少し浮かべてみました。はい、いや昨日夜データを吸い出してから SD カード外さずに寝ちゃったんだね。いや、やっちまいました。で今日からこの子 GoPro13 号号13号が帰宅の途じゃない主役になります。この紙、今使ってるこれはね、スペアという形になります。 Amazon から SD カードも届きました。夕方のお散歩から頑張ってもらいたいと思います。それまでいろいろ設定をしとかないとね。Amazon から付きました SD カードなんですが、 SD カードでした大きいサイズ頼んじゃいました。マイクロ SD じゃなくてね、 SD カード頼んじゃいました。もう開けちゃったから返品は無理かな。まあ後で返品はトライしてみます。でしょうがないので、これは11か11で使ってた、一応余ったというか、そういうマイクロ SD をこっちで新しい13で使ってみようかなと思います。いや、やっちまいましたねこれは高速対応してるかな。字がちっちゃくて分かりません。 V30 になってるよね、きっとね。はい、ではこれ使ってちょっとテストしてみたいと思います。あとは Amazon でですね、今日間違って買ったのを返品できるかどうか確認してみたいと思います。個人的に間違ったもんだから返品できないかもしれないけどね。はい、ちょっと挑戦してみたいと思います。はい、これは新しい GoPro13 で撮っております。冷凍庫の中に板チョコアイスあったんで、これ食べたいと思います。多分ね、和子さんが買ってきてくれてたやつなんでね、彼女これ大好きだったからね。ではいただきます。これだとね、半分ぐらい食べてしまっておけるんで大好きです。はい、では新しい GoPro さんもよろしくお願いします。お昼ご飯です。ゆず塩鯛だしうどん、はい、それに卵とチャーシュー乗っけてみました。これ気持ちいいですか。これ気持ちいいのこれ、うん、マッサージだってからね、お腹。ちゃんの頭皮にもいい感じだね。うわ、気持ちいい気持ちいい。幸せでしか。夕方のお散歩に来ております。設定らしい設定はしてないんですけどね、とりあえず 4K で撮るっていうぐらいのもんで、
今日はこれです。そのマイクロ SD を買うつもりが SD カードを買ってしまったので、 Amazon に返品します。自分のミスでの返品なので送料出さなきゃなんなくて500円バックになります。はい、500円差し引いた分が返金されるっていう形になります。SD カード使うやつって ZV-10 っていうミラーレスのカメラが1個あるんですけれども、それだけなもんですからね、わざわざ新しい SD カード入れる必要もないもんですから、だから返品します。メルカリとか考えたんだけど手間考えたらね、素直に返品しちゃった方が早いです。あー涼しいね、ここは涼しいや。はい、今日も来ました、ペットパラダイス。それも手前のね、ここにブドウがありますもんね。ここでちょっと返品しちゃいます。みーちゃんちょっと待っててね。今日は9月11日なんですよ、セプテンバー11、ニューヨークの、ね、同時多発テロ、国際貿易センタービルに飛行機が刺さってね、煙がもくもく上がってた、はい、あの映像が本当に忘れられません。もう何年経つんだ、20何年経つと思います。僕がまだ建築の仕事やってる時だからね、2003年に建築やめてディズニーに入った時だからね、あればね、それの前だから2002年とか2001年だったと思います。いや、本当にね、衝撃的でしたよね。でもたくさんの方が亡くなりになってね、はい、二度とああいうことは起きてほしくないことでございます。なんか11日っていろいろありますよね。東日本大震災も3月の11日だったと思います。あ、そんなんでね、ちょっと11日っていうのは皆さん気をつけましょう。気をつけてなんとかできることじゃないことが起こってますね。ゆみちゃん今日は短いね。まだあんだけペットショップで10分以上いたのに、うち出てから30分経ってませんね、暑いもしょうがないね。はい、これからお仕事行く前なんですけれども、ゆみちゃんのささみを茹でたんで、その茹で汁捨てちゃうのもったいないんで、スープだけ飲んでいこうと思います。卵スープ飲んで体温めていこうと思います。汗止まらなくなっちゃったりしてね。みみちゃんもご飯ペロリと食べたね、今日はね。これからお留守番だからね。あれ、はい、これからアマゾン行ってまいります。今日も6時半から10時半ですね。まだまだ暑いですね。ちょっとなんかするだけで汗がたらーんって垂れてきちゃう。今年はいつまでエアコン使うんだろう。この時間帯だとね、お友達に会えるんではないかなと思って、ちょっと楽しみなんですが、はい、行ってきます。切なそうな顔してますね。はい、帰ってまいりました。お疲れ様でございます。今日はね、浦安でした。はい、もうこっち出た段階で電話して、浦安の千鳥ってとこ
前の僕の行ってたバス会社の近くなんですけれども、そこの荷物がもう受け取れないっていうのが確定してましたんで、はい、もう直帰はできないのが分かっておりました、はい、持ち戻りも別に気にせずって感じで今日はお仕事してまいりました。でもその倉庫なんですけど、そこ以外で持ち戻りしたら1個だけでしたね。全部で何個だったんだっけ。ゆみちゃんチーしてきた。今日はですね、全部で51個ですね。46箇所で51個のお荷物でございました。ってことは49個配ってきたってことですね。はい。まあ、9時半にはちょっと間に合わなかったんですけど、9時半過ぎぐらいに配り終わりまして、でステーション戻ってきて10時ぐらい、それ荷物2つ返してから、この今日はね、アールグレイとルイボスティー、この2つをセブンイレブンでもらってきまして、でガソリンスタンド行って、ちょうど10時半ぐらいになっちゃったかなって感じでございます。みーちゃんもおとなしくお留守番できてたようでございます。うん、眠いね。はい、じゃあお風呂入って寝ます。また明日もよろしくお願いします。明日朝の動画、お散歩の動画をちゃんと撮るつもりでいます。ではおやすみなさい。